はい、ということで皆さんこんにちは、芋竹です。ここはですね、JR 四国の琴平駅。今回はですね、この琴平駅から特急南風号に乗っていきたいと思います。ただ特急南風号に乗るだけではありません。本日乗る座席はなんと一番最上級のグリーン車です。そのグリーン車にですね、めちゃくちゃ安く乗れる方法というのが存在しましたので、今回はそちらを皆さんにご紹介していきたいと思います。で、特急南風号があと多分ね5分ぐらいでこの琴平駅に入線してきます。改札に入っていきたいと思います。さて、琴平駅の改札の方に来ましたけれども、乗っていくのがこちら12時6分発特急南風7号交通機です。この列車、特急と南風の間にこんなマークがありますね。これは一体何のマークかっていうと、アンパンマン列車というマークです。このマークがある列車はアンパンマン列車できます。著作権が心配なんですけど、大丈夫ですかね。まあ大丈夫でしょう。はい、ありがとうございます。ごめんなさい。さあ、ということで琴平駅の改札内に入ってきました。この琴平駅の近くにはコンビラ山という観光スポットもあります。ぜひ皆さん行ってみてください。そして東京からの寝台特急サンライズ号も週末はこの琴平駅まで来ております。このね、7両編成でこの琴平駅にサンライズというのは来るんですけど、ほんまにホームの端っこから奥のホームの端っこまでもギリギリにね停車するんですよね。今回使っていく切符がこちらになります。チケットレス特急券と書いてありますが、普通に切符発券してます。そして乗車券です。すいません、お腹が鳴りました。申し訳ないです。今めっちゃお腹空いてるんですよね。ちょっとパンでも食べたいと思います。今回は琴平から土佐山田の方まで行きたいと思います。なんで土佐山田までなんだっていうね方がいらっしゃるかもしれないんですが、その理由についてはまた後ほどご紹介したいと思います。さて、自動放送が鳴りまして、もう間もなく列車が来ます。さて、琴平駅の3番線に入線してきたのはもはや移していいかどうかわからない列車です。特急南風7号です。いや、かっこいいな、これめちゃくちゃかっこいい。このギャップ感がたまらないんですよね。かわいいとかっこいいのね、すごいな。あー、大丈夫これ著作権。とりあえずこのグリーン車、四つ葉の葉っぱ、このグリーン車に乗っていきます。すごい。さあさあさあ、列車は琴平駅を発車していきます。この先、淡池田、大歩危、土佐山田の順に止まります。この列車自体は高知県の高知駅まで行くんですが、本日は土佐山田まで乗車します。ただいま乗車しているのがグリーン車になるわけですけど、今乗っている JR 四国のグリーン車というのは JR の中でも最上級クラスのグリーン車と呼ばれています。そのためですね、設備がもうすごいんですよね。どんだけ大きいテーブルがあるんだっていうね、これさえあればテスト勉強もはかどれそうですよね。いや、家でやれって話なんですけど、けどものすごくですね、快適に過ごせる設備がいっぱいありまして、ドリンクホルダーなんかもついちゃってます。そして窓を見てみると、これめちゃくちゃ綺麗なんですよね。前日とかに雨が降ったりしたら雨の跡とかつくんですが、もう何もついてなくて本当に綺麗なんですよ。どんだけピカピカやねんと。そして他にも座席の左側にはなんと変なボタンがいっぱいあります。3つありますね。これ真ん中のボタンを押してみると、なんとですね、足元の下にあるレッグレストというのが動きまして、なんと足を支えてくれるんですよね。こういったね、レッグレストがついている特急列車は僕は大好きなんですが、こういったレッグレストがついている JR の特急グリーン車はなかなかないです。次にこのタピオカみたいなボタンを押してみます。これを押すとね、次は背もたれが倒れるんですよね。でもちろん普通席よりも圧倒的に倒すことができます。どれぐらいかっていうと、まあこれぐらいです。あまりにもリクライニングが倒れすぎて、このグリーン車ね、多分僕のこと寝かせに来てると思うんですよ。本当にね、レッグレストもあってリクライニングもある。もうね、 JR 四国さんはグリーン車に乗ったお客さんは全員寝かせようとしております。そしてトンネルの中に入ると見えやすいように、こうやって緑色の電気がつくんですよね。電気と言っていいのかな、こうやってね見えやすいようになるんですよね。これありがたいですよね。この JR 四国は山岳区間が多く、トンネルが多いので
こうやってね緑色に光ってくれるのは僕的にはとてもありがたいと思います。次に右方向見てみましょう。もう左右見すぎて目回るんですけど、まだまだあります。なんと右の腕のところから、腕のところからってなんかちょっと言い方変ですけど、テーブルが出てきます。これはミニテーブルですね。先ほど紹介した大きなテーブルとは違い、一回り小さいテーブルとなっております。まあコーヒーとかね飲むときに便利だと思います。僕はね使いませんでした。あー言い忘れてたんですけど、そうコンセントも一席に一個完備されております。このグリーン車に乗る前、携帯の充電は死にかけだったんですが、充電していくことになんと 45% ぐらいまで回復することができました。とても便利です。ちょっとあまりにもお腹が空きすぎたので、ここで坂出駅で買ったパンを食べたいと思います。このパン本当に美味しくてですね、なんかベーコンとかいろいろ入ってたんですけど、もう美味しくてね涙が出ました。そしてパンを食べている途中に一瞬ですが坪尻駅を通過していきます。この前ね僕坪尻駅に行きましたので、よかったらそちらの動画もご覧ください。そして途中のどっかの駅では対向の南風号とすれ違っていきます。言い忘れていましたが、今回乗ったグリーン車は一番前ということで、なんと全面展望も楽しむことができます。なんて最高な座席を取ってしまったんだ。全面展望が楽しめるということで前を見ていたんですが、この時桜のシーズンということもあって、なんか桜のトンネルみたいなとこを通過していくんですよね。これ観光列車みたいになってますよね。この南風号が走っている路線は今土山線という路線で、 JR 四国の中で一番景色のいい路線になります。もちろん土山線の沿線にも祖谷の桂橋という観光地があります。この橋僕行ったことないんですが、なんかネットで見てみるとすごい吊り橋だったんで、皆さんも行ってみてください。僕もいつか行きたいと思います。さあ JR 四国の特急列車最大の魅力を今発揮する時が来ました。特急南風号は振り子式制御というのがついてまして、急なカーブでも高速で曲がることができます。もうね曲がる時にね車体ごとね曲げるんですよね。車体ごと曲げることによって最高時速を維持したままカーブを曲がることができます。さて列車は土山線最大の見どころに入っていきます。大ボケ小ボケ橋です。この大ボケ小ボケ橋なんですけど、景色がとてもよく、川の色を見てみると緑色になっています。大ボケ小ボケ橋というのは漢字に直すと分かりやすいんですが、大ボケというのは大きな歩幅で歩いても危険、小ボケは小さな歩幅で歩いても危険ということを示しているそうです。なんかこの川を下るね遊覧船というのがあるっぽくて、僕も一回乗ってみたいです。さて列車は間もなく大歩駅に着くところなんですが、なんとホームではですね皆さんがこちらに手を振ってくれています。なんとお出迎えをしてくださいました。これはですね目の前に何やら派手な列車が止まっていると思うんですが、これは JR 四国の観光列車四国真ん中千年物語号です。今特急南風号が走ってきた土山線を観光しながら移動できる列車となっています。本当ならあの観光列車に乗っていたんですが、予定が合わずこの南風号に乗ることにしました。まあこの南風号のグリーン車もめっちゃいいんでね、もう後悔はしていません。さあ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 、今回のメイン、なぜ僕は土佐山でまでしか乗っていないのか、これをご説明したいと思います。あまり難しい話しても僕もわからないので簡単に話したいと思います。 JR のグリーン車というのは距離に応じてグリーン料金というのは跳ね上がっていきます。営業キロ数が100キロまでだと1300円、次の200キロまでだと2800円とね、100キロ以上になるとなんとグリーン料金は倍になります。僕はですね今回この営業キロというのを有効的に使ってね、今回特急南風号のグリーン車に乗車しました。でこれが今回乗っている発着と所要時間、営業キロが載った図になるんですが、これ皆さんね営業キロ数見るとびっくりしますよ。見せましょう。ドン。なんと営業キロ数は驚異の 100.0km ということで、もうあと 10m くらい進んだらグリーン料金なんと倍になるんですよね。それがなんと琴平から土佐山田までの間は 100km ぴったりなので、グリーン料金は一番安い1300円となります。けどお前この切符なんや安いじゃねえかって思う方がいらっしゃるかと思うんですけど、この切符は先ほども言った通りチケットレス特急券と言いまして、 E ご予約という JR 西日本の予約サイトでこのグリーン車を予約すると、
なんとめちゃくちゃ安くなりますので、皆さんもぜひ使ってみてください。僕もよく使ってます。この JR 四国の特急列車の他にも、関西でいうと特急サンダーバード号などは敦賀から京都乗った場合でも 94.1 キロと、あと5キロ進んだらグリーン料金が倍になります。皆さんもグリーン車に乗る際は一度 JR 営業キロ数というのを気にして乗ってみてはいかがでしょうか。かなりお得に乗れちゃいます。さて話は変わりまして、再び旅を楽しんでいきます。この土山線はトンネル区間が多いということで電波がなかなか入りません。本当にアンテナ1本も立たないんですよね。はいはい、着いた。ということで到着しました。なんか地味にあったかいな。さあということで土佐山田に着きました。多分1分か2分ほど遅れてこの土佐山田には着いてます。あの向こう側に普通列車が止まってるんですけど、今からあれに乗らないといけないんですよ。だからちょっとねこれを見送ってる時間がありません。ちょっと急ぎたいと思います、はい、ちょっと急がないと普通にやばいんですよね。この著作権列車、アンパンマン列車が行った後、もうすぐに普通列車も発車するということで、まずはそれに乗って最後締めたいと思います。いや非常に快適やった。もうね寝ちゃいましたよ本当に。途中ね土佐山田に着く20分ぐらい前になんか寝ちゃってね、はい、やばかったです本当に。なんか前面がえぐいほど汚れてますが、さあやってきましたのはこちら五面駅です。先ほどね土佐山田駅でエンディング撮ろうとしたんですけど、電車の発車の都合上土佐山田で撮ることができませんでした。本当にごめんです。ごめんだけなんもないです。でこれね高知県、これなんて読むんだ、南国市って読むかな、これ絶対違うと思うんですけどね。当てるんかな。南国ですね。ここ南国やのにごめんって謝ってきますよ。意味がわからないですけどね。さあ本日使った切符がこちらになるんですが、先ほども言った通り距離に応じてグリーン料金というのは上がっていきます。しかしこの琴平から土佐山田は先ほども言った通りなんと100キロぴったりなんですよね。だからねお得なんですよ。皆さんもね四国に来てグリーン車に乗りたいなとかね思うかもしれません。その時はですねぜひこの特急南風号の琴平から土佐山田の間、これ乗ってみてください。あの100キロぴったりなんでね、グリーン料金もお得ですし、しかも長い時間乗れますよ。1時間21分も乗れるんですよグリーン車に、あんな快適なやつにですよ。だからねこれはちょっと皆さんに本当に乗ってほしいと思います。ということで本日の動画はこの辺で終了にします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。